多分ね、2日目だとね、雑音入ると思うんですよね。だから基本外カメで行こうかなと。ヤッホー。寒い。寒いな。あ、どうも明けおめです。どうもアイテムどうも。寒い。寒い、ちょっと待って、寒いからちょっとうまい締めよう、これ寒い、ちょっと待って、この範囲狭い、これ内カメだと多分雑音入るでしょ、これ。この範囲狭いっていうか、そもそもなんかどこ行ったって電話されたいし、どこ行ったって結局さ、東京行こうがどこ行こうが結局電話されるんだよね。あとコロナもあるから、あんまなんかあんまり移動しないっていうのも逆にいいと思うんだけど、逆にっていうかいいと思う。アミツさんからご注意ください。おいだおいだおいだ、アラブの石を移動するビリニス、外枠サンバフェルタルース。これ内カメだと多分雑音入るでしょう。あれはスミツさん、ご注意ください。明けおめ、そうそうなんすよ。だ、基本ちょっと外髪にしないとねっていうか結構寒いなっていうか結構寒い、わやべえ寒い、思ったより結構寒いんだけど、気のせいですかね。うわ、ダメだ、外寒いわ、びっくりするぐらい寒いんだけど。なんかさ、結構さ天気いいからさ、意外とあったかい、そんな寒くないかなと思ったら意外と寒い、結構着込んでるんだけどな、結構着込んでるけど寒いぞ。あ、こんにちは、お茶どうも。かそってるなやばい、かそってる。もう正直無理やり配信開けすぎだもんな、特にネタもないのに家で喋ってるだけとか、そりゃかそるわな。あ、こんにちは、どうも。さみトロ配信なんて面白くないからね、もうだろうね、もう過去に配信でも何回もやってるからね、普通にもう長トロ観光なんて俺の地元だし、しかも何回もやってるしね、もう、うん、岡どうも、関取ってどういうこと。でも大体ね、ここのねお店がね3時ぐらいに閉まっちゃうんだよね、ここの。ワンちゃんかわいい。画面がいる、ごめんなさい。え、てかもうすでに閉まってないか、結構。っていうかすでに結構閉まってるっていう。ふわっちやめたんですか。やめてやるとか言いながらこの前ちょっとやりましたけど。あれ？ってか結構閉まってね、年末年始ってもしかして閉まってるのかな、年末年始ってもしかして閉まってる、うわ、小江商店街ってもしかして年末年始って閉まってるのかな、あ、明けましておめでとうございます、どうもお茶どうも、クリンちゃんさん、こたつ船乗って、なんかね、何なのこたつ船って、こたつ船って書いてあった、こたつ船ってなんか旗あったよさっき、船の中にこたつあるってこと、なんか超甘い匂いした。
船の中にこたつあるってことですかね。どういうこっちゃ、出遅れた。あー、プリンちゃんさんが100を茶漠、お前がお前がお前がアラブの石油王、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、孫正義、ありがとうございます。あ、さっす、今年も仲良くしてね、ありがとうございます。カレーうどんそば、めっちゃうまそうだよなこれ。皮あるよ。こんにちは。てかさ、年末年始っていうものがあるんだね。こんな店結構閉まってない。だって逆にこれ観光地ってさ、こういう年末年始こそ人が来るから、むしろやってるもんかと思ったら意外と閉まってるとこ多いね。あ、でもやってるはやってるか。射的8発500円、宮迫もやってたな YouTube で射的。味噌おでん甘酒、甘酒350円高いな。うわー、月見うどん、うわー、めっちゃうまそうだね。野菜天丼とか超美味しそうなんだけど、ちょっと高いけど。味噌カツ丼、やっぱちょっと高いんだよね。たぬきうどんで800円って結構やばいよね。もつ煮定食、田舎定食、うわ1600円は高いな。田舎のなんかこういろんなおばあちゃんとかが作る系のやつってこと。ちょっとやっぱね、観光地価格で若干高いんだよね。今どこ？いや、これ長トロの長トロス出た、浅見冷蔵。これ浅見冷蔵のかき氷食えるって。こんなん食ったら寒くて死んじゃうよね。こんなの今食ったら寒くて死ぬでしょマジ。美味しいけどね。観光地はね、やっぱね、観光地価格っていうのがあるからね、ちょっと高いっすよね、やっぱどうしても。あ、出た、アユ、アユ、それ食って、ちょっと待って、見て、ほら、アユ飯、アユ飯、これ超気になるんですよ。これ本当はこれ食いたいんだけどね、配信で。アユ飯、俺一回も食ったことないんだよね、このアユ飯っての。なんかタイ飯ってあるじゃん、あれのアユバージョンみたいなやつでしょ多分。これ身をほぐしてご飯で混ぜてくるみたいな、めっちゃうまそうじゃん。だ、食べてて、いや食べたいよ、俺だって食べたいよ。でも電話されるでしょ絶対。電話されるでしょって。あ、こっちの甘酒安い、200円。でも完全に店移しちゃってるから、もうバレてるから絶対電話される。テイクアウトは無理でしょ、どう見ても。どう見てもテイクアウト無理でしょ。鮎飯はね、俺ほんと一回も食ったことないんですよ、もちろん配信外でも。でちょっと食ってみたいんですけどね。で地元だからこそさ、来なかったりするみたいなのあるから、ほんと食ったことないんで一回も。うわうわうわ、このね、立ち食いそばみたいなのがあったから、そこだったらいけるかな。なんか新しくなったんだっけ、多分立ち食いそば屋だったらワンチャンいけるんじゃないか。腹減ったな、何も食ってないわけを考えてみたら。ここクレープ屋さんとかあるんだよね、クレープとかアイスとかの。腹減ってるよ、何も食ってないよ。いいとこっしょ、クレープとかあるんですよ。ほんとアユ飯食ってみたいけどね。あれ、ここ立ち食いうどんそばだったのが店の中系になってる。大丈夫かなこれ。
うわ、なにこれ、味噌ラーメンだって。味噌は味噌でもなんかしゃくし菜とか、しゃくし菜とか入ってる。味噌ポテトとか。あ、おはよう。うん、ここ前さ、立ち食いうどんそばだったんだけど、店の中系になっちゃってるから行けなくなっちゃったかも、これ。絶対電話するやついるからさ、うん、うわマジか。ここ前立ち食いだったのに、あの外のとこでワンチャンって感じだけど、もう座られてるからな。え、でもそしたらもう食うとこないそしたらもう食うとこないんだけどね。そしたらね、もう食うところがないっていう。どうしたらいいんだろう。ファミレスないのって。いや、ファミレス行ったところで電話されるでしょ。ファミレス行ったところで電話されるって絶対。どうしたらいいんだ。そう、結局出前一丁が一番硬いっていうか、河原で出前一丁しかないんだよね。ほんと電話さえ来なければさ、いろんな配信できるのにね。絶対してくるやついるからさ。配信切って食べる。いや、まあまあまあ、それもありはありなんだけどね。写メとか撮って見せるってのもありなんだけど、あゆめし食べてみたいけどね。うん、ここだったら外の席あったかな。ここあった気がする。あゆめし気になるな。あゆめし、うわ何あれ、ラーメンとか。うわ何あれ、ラーメン屋ができてる。あんな店前なかったのに。ここだったらワンチャン外で食えるから、ここなら行けるかなってのもあるんだけど、でも外で食ってても電話するやつは電話するかな。一応外の席あるんだけどね。豚味噌丼。あゆめしがね、本当は食いたいんだけどね。絵的にもあゆめしってなんかいいじゃん、絵的にも。うわ、たこ焼き屋がある。うわ、こんなん前なかった。なんか新しいのがいっぱいできてんだけど、何これ。しかも射的2軒目、こっちにも射的できてる。うわ懐かしい。これ100円の綿飴の機械じゃん、これ。わ、ラーメンウォーカー出てるんだって。うわ、あゆラーメンだって。何これ、1200円、あゆラーメン。チャーシュー麺、あ、普通にうまそうじゃない。チャーシュー麺とか、あゆラーメンはちょっとなんか冒険だけど、チャーシュー麺普通に美味しそう。あゆ飯、すごいな。いや、こんな店なかったよ。あゆの一夜干しだって。新しくできてる水餃子とかで。すげえ、こんなんなかった。多分最近だよ、これできたの。長門って秩父、そうだ、秩父長門路。こんなのなかったもん、前。たこ焼き買って食う。外だったら大丈夫でしょ。たこ焼きなら配信できる。まあ正直あんまり、なんていうの、あゆめしとかの方が絵的にはいいんだろうけど、たこ焼きかってなっちゃうかもしれないけど、たこ焼きなら配信できるぜ。
たこ焼き食うか。6個400円。あ、美味しそう。あ、そっちですか。あ、じゃあ6個入りの1つください。大丈夫です。買いました。6個入り400円。これ食べよう。これを食べましょう。うわー、なんかたこ焼きとかさ、正直なんかあんま配信映えしないようなもの買ってしまった。でもな、店の中で配信できないって考えると、こういうものしかないからね。結局なんだよな。ちょっと喉乾くだろうか。飲み物か。いって、飲み物買おうか。今度あゆめし普通に配信外で食ってみようかな。一度も食ったことないから。わあ、これ飲みたいけど、噛んだとなんかこう持ち運び的にあれだから、どうしよう。あと太るしな。いや、多いお茶が130円のでしょ。よっ。ちょっと音変じゃないですか、打つか目にしたら。大丈夫そう。音変じゃないですか、結構。変じゃないですか。誰もコメントしない。カーテンになってる。やっぱりな。これやっぱ壊れてるんだよ。なんか打ち金にするとダメっぽいんだよね。たこ焼き、あら、美味しそう。これで400円。6個入りで400円。結構安くない？てか普通に美味しそうじゃない？なんか結構クオリティ高くない？このたこ焼き、ほら、普通になんか美味しそうなやつ。めっちゃ美味しそうじゃない？あ、音我慢できる。じゃあ打ち加減するか。本当に美味しそうです。
まあ中とはで、まあ美味しいよ。なんかめっちゃ美味しいよこれ。なんかね、どっちかっていうと大阪風かもこのたこ焼き。なんか見た目でわかると思うけど、外も中もなんかネチョネチョしてるけど柔らかい系のやつ。ネチョネチョ柔らかい系の美味しいやつ。多分こういうのと大阪に多いと思うんですよ。こう柔らかい系っていうか。関東って結構なんかしっかり硬い系のたこ焼き多いんだけど、どっちかっていうと大阪系かも。うまっ。柔らかくて、なんかムクムクして美味しい系のやつ。初見ですけど、大阪系だとサクサクしますね。ごめんなさい、俺にわかかもしれない。なんとなくのイメージで言った。でも俺大阪行った時、甲賀流ってやつ有名なとこ食ったけど、あれ結構ネチョネチョ系だったけどな。あんま知らないっすね。なんかちょっと美味しい。なんかね、カリカリとかそういう系ではない。美味しいこれ。あった。あった。まか、怖い、これ。あった。てか、寒い。おはようございます。豚どうも。暑いから、ちょっとしていいか。鮎めし気になるなぁ。うまっ。うまい。何も食ってないで腹減ってるから超うまいわ。暴走族か。ノイズがね、これ内カメだとぶっ壊れてるからなんか言っちゃうみたいな。ちょっとスマホ今注文してるからそれまでちょっと我慢なんですけど。うまっ。おはようございます。お茶どうも。銀だこ食ったことあるよ。美味しそうに食べてか、本当にこれうまい。わけでうまい。銀だことはまた別の美味しさのやつ。あー、ポンさんかい。あ、こうしたら。あ、これはいっぱい食べたい。お前がアラブの石油を見ろずに、ソフトバンク、ポンバレちゃうやつ。銀だこ美味しいよね。銀だこ俺も好きだわ。銀だこには銀だこの美味しさがあって、大阪のやつには大阪のやつのまた別の美味しさあるからね。自分の外カメして自分の方に行ったら、そうするとあのカメラワークがどこら辺かよくわかんないし、あとコメントが見れないし。でもうちょいでね、 iPhone 来るんで。いや、もうちょいかわかんないみたいな。今日電話したらまだ入荷未定ですって言われたから言い訳したのに。あー、鮎飯配信のしたい、持ちたいなあれ。結構配信映えするのにな。あれ載せたいけど電話されるもんな。絶対電話されるもんな。やめた方がいいよね。絶対電話されるよね。実際には会ったことがないですが、親親戚
え、何が？俺と？本当に？マジで？まあ、ちなみにここの長瀞の、まあ、どこかは言わないけど、ここの近くの駅、あ、駅じゃない、店に、本当に近くの俺の親戚の人が経営してるお店ある。多分あっちは俺のこと知らないと思うけど。壊れてる、嘘だ。いや、マイク自体壊れてるんだろうけど、音小さいってことはない気がする。打ち紙にするとね、ザーッとなる。多分マイク自体が壊れてるんだろうなんですけど、なんかわかんない、外紙にすれば大丈夫なんです、うん、食べてくる写真撮って、あ、まあまあ、それでもいいんだけどね。配信外で食べて写真撮ってそれを配信で載せるのもいいんだけど、どうするか。ちょっと外紙にするか。外髪にするとなんか大丈夫なんだよ。なんでかわかんないけど。で、他のね、ふわっちとかニコ生の配信アプリあるんだよ。で、それだと内髪にしても大丈夫なの。なんかわかんないけど、ツイキャスのアプリのみ、ツイキャスの配信アプリのみ内髪にするとザーってなんか変な感じになっちゃうっていう。ニコ生とかふわっちのアプリなら大丈夫だ。なんでかね、原因が分かんないから、うん、でもこのあのね、機種自体がおかしいっぽいんですよ。他のあの機種であの Wi-Fi つなげて、前使ってた iPhone5S でやったら大丈夫だったから、多分この iPhone8 のね、何かがおかしいんだろうね。多分相性だかなんか分かんないけど、うん、で最初の頃は多分大丈夫だったはずだから、多分途中でこの iPhone8 自体が壊れたんだと思うんだけど、よく分かんないね、うん、原因が分かんないですよ。でも機種変えれば多分治るはずなんで、うん。うわ、熱血ホルモン焼きってある。ホルモン焼き美味しそう。うん、なんか大人になってからホルモンすっごい好きになっちゃったからね、うん、あー、ポムさんから100お茶枠、お前が笑うの石王イドセフィースソソマークソンバサルシアリアス、うん、どうしよう、川に行く、どうしよう、あゆめし食おうかな。あゆめし一回配信切って食って、写メ撮ってきてツイッターにアップする。あゆめしやっぱ気になるな、一回食ってみたい。本当は配信したいけど絶対電話されるからね。あとデザートにここのソフトクリームでも食べようか。メンバーシップ限定、いやー、メンバーシップ限定だったらもうだってもう多分閲覧1とか2になるよ多分、本当にそれやっちゃったら多分閲覧1とか2になるよ多分、うん、初見です、前から配信見てます、ヨロシックスどうも、うん、それやったら閲覧1とかになる。あれ今日ソフトクリーム売ってないのかな。売ってなそうだな、今日店閉まってるな、これ。あ、やってるかな、あ、やってるか。どうしよう。あゆめし食いたいな。じゃあちょっと配信外で食ってきていい？一回配信切ってシャメ撮ってくるから、シャメでツイッターとか後で配信で紹介みたいな、それでいい。もう絶対本当配信したいんだよ。電話されるのがもう目に見えてるから、いいっすか、一回切ってじゃあシャメ撮ってくるよ、でツイッターにアップするよ。じゃあ
じゃあ一回切りますね。すいませんよ、途中で食ってきたらまた配信するんで、はい、お疲れ様です。じゃあ一旦